セール道ということで、みどりさんにお願いします。はい、提供先生に提出したときは、バッツエルメッシュということだったんですけれども、正式タイトル、エルミッシュということで、政府スタッフによるウェブ開発ということでやらせていただきます。で、まず、お前誰だよということで、自己紹介からやらせていただきたいと思います。私、名前、緑川達也と言いまして、大体ネット上だと緑っていう名前でやらせてもらっています。で、今日ちょっと大阪の方から朝来まして、この日のためだけに頑張ってきました。はい。で、現状ですね、C シャープと F シャープの布教活動を、非公式に大々的に行ってます。愛の伝道師としてね、なれるように頑張っているんですけども、まだまだというところですね。で、再来週なんですけれども、その活動がってなのか何なのか、ドットネットカンファレンス2019 in 関西の方で50分枠いただいたんで、そこでは DDD と F シャープというテーマで話すので、もし大阪に近い方がいらっしゃったら来ていただければなと、確かまだ10席ぐらい枠が残ってたと思いますので、よろしくお願いします。で、今日の、資料もどっかにアップロードしますんで、見といていただければなと思います。で、全然受けないんですけど、僕こういうのちょっと慣れてないのですごく緊張しているので、温かい目でいただければなと思います。ということで、ちょっと本題の方に入っていきたいと思います。 What is Safe Stack ということで、まずエルミッシュ本題に入る前に、ちょっとサブタイトルにあったセーフスタックについて簡単に説明させていただきたいと思います。で、セーフスタックっていうのは、F シャープだけでウェブアプリケーションを作成するときに使うツールだったりライブラリーの頭文字から来ているものになります。で、セーフのことを話すときに出てくるんですけど、ファブルっていうものを使ってシングルページアプリケーションを作るときのプロジェクトテンプレートの名前としてもよく出てきます。よく出てきますと言いつつ、僕知ったのはこれはケキョさんから教えていただいたからなんですけど、はい。おお、ちょっと苦しいでですね、セーフスタックのセーフ一つ目 S、 サターンっていう、バックエンドサービス用の F シャープライブラリーがあるらしく解像度ですね、ちょっと待ってくださいね。いけそうですね。はい、よかった。じゃあちょっと引き続きやらせていただきます。で、バックエンド用のライブラリーですと。で、 A っていうのが、言わずもがなのマイクロソフト Azure の A ということで、で、 F というのが、F シャープのコードから JavaScript にコンパイルするためのバベル搭載のコンパイラー、ファブルというものがあって、それの F から来ていますと。で、最後の E が、今回の主役であるエルミッシュというライブラリー、これどちらかというとフレームワークですね、フレームワークの頭文字から来ています。で、このエルミッシュっていうのが、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、エルムっていう、プログラミング言語がありまして、それのモデルビューアップデートっていうアーキテクチャをサポートしているフレームワークになっています。ちょっと画面が怪しいですかで、セーフスタックの構成図っていうのが大体こんな感じになっています。はい、お、行っちゃった。で、左側が、サターンのところですね、サーバーサイドで、書いているところになりますと。で、右側が、エルミッシュ、クライアントサイドになってますと。ただ、エルミッシュが F シャープのコードそのまんまなので、そのままだと動かないので、ファブルというコンパイラーを通して JavaScript にコンパイルして、Web ブラウザで動作するように、表示できるようになっていますと。というところで、本題の What is エルミッシュということで話が進んでいきたいと思います。エルミッシュスタイルのモデルビューアップデートアーキテクチャをサポートするフレームワークなんですが、エルムアーキテクチャとしても、なかなか有名ですと。で、モデルビューアップデートアーキテクチャってこうずっと言ってるの長いので、 MVU パターンとか、そういうふうに今後説明するときは言っていくと思います。で、
まあ、通常ですと、まあ、本当はアップデートを話すのがいいんですが、ビューからスタートを説明しますと、まずビューで HTML を生成して、この UI の方にすっ飛んでいって、まあ、UI で、まあ、ユーザーから、まあ、ボタンのクリックであったりとかテキストに何かインプットがあったという入力を受け取って、まあ、アップデートに対してメッセージが送られてきますと。でそのメッセージの内容によってアップデートで処理を分岐させてあげて、新しいモデルを生成してビューに送りつけることによって、またビューが新たに HTML を生成して UI に表示をかけるっていうような一連の流れになっていきます。でここのビューと UI のこの部分をまず見ていきたいと、ソースコードレベルで見ていきたいと思います。ちょっとちっちゃすぎて見えないですね。これ F シャープのコードになっていて、ポインタ、ちょっと見えないですね。まあここの左上から div だったりとか、まあナビバーだったりコンテナとかちょっと見覚えのある単語が踊っているのが少し分かるかなと思います。でこのコードからまあ HTML が生成されてきますよと。でちょっと大きくして、でこのコードがまあナビバーを生成している部分になります。でまあこのレベルだと見えるか、H2 とか、まあ、H2 要素だったりとか、まあ、アイテム要素、div 要素だったりとかっていうのがまあ見えてきますねと。こんな感じの、HTML が生成されます。コンパイルすることによって。で、実際に表示させるときは、まあ、こんな感じ、ここの部分が今の HTML の要素の部分になってきます。で、ちょっと戻して、ここの真ん中中段コンテナのところをちょっと見ていきたいと思います。これですね。でこれもまあもちろん HTML の方に変換かかるんですけれども、こう見たときにちょっと趣が違う箇所が1箇所あると思うんですね。特にここかな、ここの最後の2行、ボタン要素があって、F シャープでいうところの、まあ、引数1、2があるんですけど、まあ、1がマイナスとプラスっていうのがあって、2つ目の引数に、まあ、F シャープのらしきを指定してあげてると、まあ、ディスパッチ関数にデクリメントっていうメッセージを送りつけてるんですね。ここの部分ですね。でここの部分っていうのはまさにビューから UI ではなくコードですと、メッセージを送るためのコードですよと。図で言うとここの部分になります。でさっきの、まあ、HTML のところ実際にどう表示されるのかというと、まあ、こんな感じに表示されていますと。で最後にそのアップデートのところですね。アップデートのところでどういうふうに、まあ、ビューに対して新しいモデルを送りつけるのかっていうところなんですけど、まあ、ここがアップデートビューの部分になりますと。実際にそうですね、アップデートで送られてきた引数をもとに、これ条件分岐をしているだけなんですが、まあインクリメントメッセージが来た場合、デクリメントメッセージが来た場合、まあその他ちょんちょんって感じなんですけど、その時々によってまあ条件分岐して処理が変わってきますと。受け取ったメッセージをもとに処理を分岐ということで、なんかこのあ、まあ、これそれ後にします、すみません。インクリメントのところだけを見ると、まあ、インクリメントなんでカウンターの値をプラス1して、まあ、新しくモデルを生成して戻り値として返してあげると、そうするとフレームワークによってビューに送られてくるという形になっています。なんとなくなんですけど、この形見たことある人は結構いると思ってまして、それ何かというと Win32 API を直接 C とか C プラでやってる時のメッセージループまんまみたいな感じですね。いろいろなLパラムだったりあの辺をさばくような形で、まあ、処理を分岐しているような感じだと思ってくれればイメージつきやすいかなと思います。で
じゃあビューから UI のところなんですけど、ここの部分、ここにさっき生成された新しいモデルが渡されてきて、また一番最初のコードは一緒なんでね、HTML が生成されるというような流れになります。で、まあ、まとめなんですけど、まあ、これは F シャープオンリーで JavaScript を使わずに F シャープ単体で Web 開発するためのイケてるライブラリフレームワークが Elmish ですよと。で、今の説明だけだと、じゃあ毎回モデルを生成するたんびにあの HTML が生成されるので、なんかこいつが悪そうに思えるかもしれないんですけど、実際は Elmish 中で React を動かして、DOM を直接操作しているので、実行効率も実はそんなに悪くないです。で、まあ、サーバー側と型を共有して、コーディングできるんで、型安全にコーディングが可能で、まあ、いい感じですよねと。で、関数型プログラミング、まあ、関数型プログラミングをすることによって、まあ、なかなかバグりにくい開発ができますよと。レッツエンジョイ F シャープということで F シャープを押していきました。で、ちなみになんでこれ今日発表したかと F シャープの話をしたかというのを最後にちょっと持ってきたいんですけれども、この中で F シャープやられたことない方ってどんだけいらっしゃいますか？ありがとうございます。半数以上の方いらっしゃると思うんですけど、結構僕もずっと C シャープ派の人間だったんですが、 F シャープやってみると楽しくてですね、慣れると C シャープ書くよりも断然綺麗に書けたりするんで、この .NET Core 3.0 がリリースされたタイミングでぜひちょっとやってみていただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。